はい、こんにちは。今回も聞いていただいてありがとうございます。ただ翼です。今回何の話かなんですが、今回は下取りセールについて話をしていきます。ぜひ最後までお聞きください。それではよろしくお願いします、はい。今回のテーマは下取りセールです。皆さんは下取りセールをご存知でしょうか あるいは下取りセールをやったことがある方はいらっしゃるでしょうか。下取りセールというのは、えー、と例えば古、うんと、服のチェーン店でやっているんですが、例えば古くなったスーツを持っていくと、えー、とその場であの買い取ってもらって、買い取った分のポイント、金額分のポイントを新しく買う。 スーツに使って、ま値引きしてもらえるというような仕組みです。で、服以外にも最近よく聞くのは、うんと iPhone ですかね。古くなった iPhone を持っていくと、新しい iPhone を買う時のえっと値引きに使えるというようなものです。で、この下取りセールは、えっと今日のタイトルにあるようなあの三宝吉だと思って、すごくよくよく掘り下げて考えてみると面白い仕組みだなと思ったので、え今日はその どういうところが面白いかという話をしていきます、はい、タイトル「三方善し」なんですが三方善しというのは皆さんご存知でしょうかも、えっともとは近江商人の考え方と言われているものです三方というのは、えっと、3つの人々あ人たち具体的に言うと売り手買い手そして、えーま、社会世の中、えー、世間一般ですね この3つが、えー、と全てこうウィンウィンウィンになるものに、えー、するという大見、まあえー、商人のこう商売としての考え方、えー、向き合い方になります。で、えー、とこの下取りセールが、えー、具体的にどういうふうに三方よしになっているかというとまず、えー、と買い手側にとってどういうメリットがあるかなんですが、まあ、これは、えー、と古くなった うんと例えばスーツですねを持っていくだけで、えー、とお金に相当する割引ポイントであったりだとか、えー、と割引券に変えてもらえることですで古くなっているのでもう着ないものはもうあとは捨てるしかなかったようなものも持っていくと,、えーとまあ、価値になるあの中古品として出すような感じで、えー、少なからず、えー、とお金に相当する分になるというのが、えーとまあ、買い手にとってのメリットになります あとは、えー、と心理的なメリットとしてはこう服は特にそうだと思うんですがなかなか愛着のある服ほどこう捨てにくい、まあ、古くなったからといって、えー、と簡単にはこう捨てづらいという,こうもったいないなという気持ちが起こるものなんですけれども、まあ、そういったものを、えー、と下取りに出すということによってこう罪悪感が減らしてもらえるというメリットも、えー、あるでしょうで三方よしの2つ目ですね売り手にとってなぜいいかここが、えー、と面白いなと思っているところです こう特に、えー、と古くなったもの、まあ、スーツなんかは、えーとまあ、ボロ,ボロ生地も古くなっているとそのまま中古として売るわけにはいかないので、えー、とわざわざお金を出してまで買い取る意味はどこにあるのかというふうに思うかもしれないですで実は、えー、と下取りセールをすることによって売り手にとって何がいいかというと,、うん、と3つあるかなと思ってるんですねで1つ目は、えー、とお客の買い替え需要を こう促すすここととがでできることです、まあ、下取りセールをやるということで、えっと、古くなったものをこうお店に持ってきてもらうというのはつまりはえっとこう集客のツールとして使っていることなんですよね。で、えっと、下取りセールだけをして帰っていくという客はあまりいなくて、まあ、その場でえっと下取り分のえっと還元の割引券とかポイントを次の新しい商品、まあ、スーツであれば新しいスーツであったりだとか に使うことがでできるので買い替えを促すことができるというのが1つ目の売り手にとってのメリットです。で2つ目は下取りセールで実はよく条件が設定されています。具体的には同じスーツの例を続けると価格が何円以上のスーツにのみ適用というのがあるんですね。 例えば、うんとそうですね、下取りセールで1万円のポイントバッグがあったとして、その1万円分のポイントを使えるのは、えー、と3万円以上のスーツですというような、えー、と上限があったり加減設定があったりします。つまり、えーと、安いものに使われてしまうとあまりうまみがないので、えー、と最低限の価格を設定してそれ以上で使ってくださいというようなものです。でこれは、えー、と可能性 によっては、えー、と顧客単価を上げられると思っていて、えーとまあ、ポイント分を差を引けば、えー、と実際に出すお金は、まあ、そんなに高くはならないんだけれども商品としては例えば1ランクアップの、えー、とスーツを買ってもらえたりというような顧客単価が上がることにつながりますでもう一つ、えー、と見過ごせないなと思っているのは、えー、とついで買いですね スーツなんかでいうと、うん、とスーツを買うと、まあ、スーツだけではなくて、えー、とスーツに合うシャツだったりだとか、うん、とネクタイ、あとは靴下とか、ハンカチとか、まあ、そういった小物も含めて、えー、とついで買い、まあ、専門用語でいうと、えー、とクロスセールというようなことがありますが、まあ、そういった、えー、とここも顧客単価につながる、えー、とメリットが、下取りセールにはあると思っています。 で三方よしの3、えー、つ目ですね、えー、世の中全般にどういういいことがあるかというと、もうこれは、えー、と捨てられずに、えー、リユース、再利用に回る、直そのものが、えー、と中古で売られるというよりも、あのまあ、処分をする過程で、まあ、材料を再利用することであったりだとか、こう社会貢献になるというのが世間一般でのよしですで。場合によっては、えー、と下取りしたものを、 あのえー、と材料の再利用ではなくて、えー、と発展途上国に寄付したりという、えー、社会貢献事業に使っている時もあるので、まあ、こうした意味でも、えー、と三法よしの三つ目社会世間的にもいいというのが、えー、と下取りセールの面白いところだなと思っています、えー、ここまで下取りセールの、えー、と三法よしについて話をしてきましたで下取りセールのこうすごく うん、ビジネスという観点で本質だと思うのは、うん、集客ツールに使っていることだと思うんですねで、えっと、面白いと思うのは、うん、と一度買ってもらった商品を、えっと、時間が経って再び集客ツールに最後利用しているということだと思うんですもし下取りセールがなかったら、まあ、あとは捨てられるだけなので、まあ、売り手にとっては、えっと、売った段階で えと事業につながる価値としては終わってしまうんだけれども、えー、と捨てられるのではなくて持ってきてもらうわざわざこう下取りにというモチベーションで、えー、と来店であったりだとか、まあ、集客に使われるとそこから、えー、と買い替え需要が起こって顧客単価が、えー、商品単価が上がったりとか、えー、ついで買いによる顧客単価が上がるというようなことにつながるというのがすごくえっ、ー、と 下取りセールは実は俯瞰してみるとうまくすごく工夫されて面白いやり方だなと思ったので今日は下取りセールは三方良しですという話をしましたはい今回の内容は以上になります今回は下取りセールを面白いなと思って掘り下げてみると三方良しがすごくハマるなと思ったのでえっと思ったこと考えたことをご紹介しました この場では、こんな感じでビジネスのことであったりだとか、マーケティングの話、あとはビジネスキャリアですね。今フリーランスで働いているんですが、フリーランスの働き方であったりだとか、それまで前職で働いていた Google の話ですね。こういったことも少しでも何か皆さんのお仕事であったりだとか、キャリアにつながるような役に立つ話をできればなと思って配信をしていきます。また次回、毎日配信しているので、明日も更新予定です。 よければまた聞いていただけると嬉しいです。それでは今日も貴重な時間を使って最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日も素敵な一日をお過ごしください。